疲れ様です。お疲れ様です。今日は桜島さんの現場に、はい、久しぶりにております。来てもらいました。今日は、はい、今から何をされますか？今ベランダの中の下塗りに入っているんですけど、はい、上から見てもらったら上から順にベランダの中をずっと下塗りで塗っていってて、今下の方に降りていってる状態なんですけど、はい、色を塗る前にこの一つは接着剤みたいな役割と、はい、あとはクラックとかと、まあ今ここにはないんですけど、はい、壁にひびが入ってたりとか、あ、はい、それも埋める役割もあるので、はいはい、で今回の下塗りは SD サーブというサイリングのボードを塗ったりとかする専門のやつで、はい、あ、そうなんですね。普通のサーブより結構伸びる材料で、結構水、はい、みずみずしいんで結構もうとろーっとしてて、はい、であ、これを、はい、これを今塗っていってるんで、はい、一応塗り方のポイントと気をつけるところを説明しながらやっていこうかなと思います。このベランダ一部屋分を今から塗る感じですか？そうですね。あともうここの一部屋が残ってるんで、はい、一応ここを仕上げていきます。はい、はい、どういう作戦にしましょう？とりあえず、まあ、基本的には上から、はい、上から今その人の身長にもよるんですけど、届く範囲で、はい、最初は大体この自分はちょっと低いんでここの位置なんですけど、ここまで全部上だけ先に塗っていって、はい、で脚立はもう使わない状態にしていくんで、はいはい、一回脚立移動してこう塗っとったら結構時間がかかるんで、先にもう上をやっていったら効率はいいと思います。はい、了解しました。では早速お願いいたします。はい、やっぱり塗り手が変わると塗り方も、そうですね、やっぱその人の塗りやすさもあるんで、はい、まあ、人それぞれなんですけど、はい、まあ、結構もうたっぷりめで、あ、でたっぷり、はい、最初もたっぷりつけて、はい、で転がし中で転がして切っていくんですけど、これだったらまだ結構垂れちゃうんですよね。こうやって塗っていったらもうベタってなっちゃって、で最後にちょっと1回2回ぐらい切ってあげれば、はい、その中の方もここにネタが溜まりやすいんで、この中ですね。なんでこれで広げていく。まあ塗るんですけど、いきなり上こう塗っていっちゃったら上の方にネタが溜まっていって、はい、均等にならないんですよ、はい、上が濃ゆくて下がもう薄くなっていっちゃって、はいはい、なんで塗る基本は塗るところの真ん中から上下にしていけば、真ん中に配ったネタを下にも行けるので、最初になるんですね。均等に、はい、均等に塗れるんで、ポイントは真ん中からだ。そうですね、はい、自分の目線から考えたら真ん中から広げていくって感じ、はい、でここも軒手結構近いんですけど、はい、こういう時はもう上のこのまま塗っちゃったらもう軒手に結構ついちゃうんですよね。はいはいはい、なんで横にここはして、あ、はい、先っちょ向きを、はい、向きを変えて先っちょゆっくりつかない、ギリギリで、もう思いっきりつけちゃう、もうついちゃって結構目立つんですね。あ、白は白でも軒点、はい、とまた違うんで、材料が違うんで、はい、ここを気をつけながらやっていくって感じ、はい、はい、結構スムーズに、そうですね、結構伸びやすいんで、あ、ちゃんとネタつけてあげて、でこういう下地なんか結構伸ばしすぎてもダメなんで、あ、そうなんですか、はい、これで結構もうぐしゃぐしゃしてこう結構もう押しつぶしてこう塗っていっちゃう人もいるんですけど、はい、ここなんてこっちが結構横から見ても分かるんですけど結構真っ白なんですけど、はい、こっちもう透け取るんですよ。あ、そうですね、はい、これもうネタがついてない状態なんです。あ、でもこれ何もついてない状態、逆に吸っちゃうんですね、これ。あ、そうなんですね。それで余計にもう広げても意味がないんで、したらもうここ戻ってももう吸っていっちゃうんですよ、はいはい、なんでもこういうのはもう音が結構音も変わるんですよ、こういうのって。たっぷりつけてもうベチャベチャって音はするんですけど、はい、これがネタが切れていったらもう、あ、わかりますか？全然音が違いますね。全然もう音が違うんで、音とかでも判断しながら、耳も使いながら、はい、そうですね、耳も使いながら、あと見た目も横から見たりしてもここが溜まってるんで、はい、これを広げてあげたりとかですね。結構視覚、聴覚、そうです、全部本当塗るのも手だけ動かせばいいって問題じゃないんで、あ、そこら辺も深いですね。そうですね、こういう下地処理が本当一番大事なんで、あ、
ベースとなる、はい、ベースとなるのが本当、はい、何でもなんて最初は大事なんで、はい、これで次色塗る時も持ち加減も変わってくるんで、伸ばしすぎてももう絶対剥がれてくるんですね、はい、寿命も早くなっちゃう。結構バラバラになってるんですけど、はい、できればもう均等に揃えた方がこういうのはいいん で、 で最後に塗るんですけど、全部下に溜まっていっちゃってるんですけど、はい、最後に切ってあげる。あもうネタがない状態で切ってあげたらこう重なりでガタガタにならないです。段差がつかない。あ、はい、こういうのも気をつけながらしていく形で、下の方に行ったら最初にまあ上からとかじゃなくて最初にもう下をちょっと下から、はい、下をちょっと入れてあげて、はい、下を入れてあげてまた上から塗っていってあげる。これ均等になるんで、ここが塗られてない状態でこう切ってもここが薄くなるんですね。こうなっていくんで、はい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 、なんで最初に下を決めてあげて、最後に板をつけて真ん中から。でこれ本当にもう力入れないんで、塗るときももう優しく塗る感じで大丈夫なんで、あっという間に真っ白ですね、はい、結構もう早いんで結構こういう巣穴って言って結構穴が出てるんですけど、はい、こういうのはもう絶対隠してあげて最初気をつけながらやっていくのがポイントです。でこういう狭いところも最後ちょっとハケを取って塗っていくんで、あ、はい、こういうところ、はい、最後にちょっとよくこういうところも下塗り入れないでもう色でいっちゃう人もいるんですけど、でも自分ならもう絶対ここがハケ入れて、はい、細かなところまで、はい、細かいところまでやっていくんで、はい、決められましたね。そうです、全然違うんで、で最初の養生は絶対、はい、最初にもう手で押さえて、どんだけついてても一回最初に押さえてる方が結構入りやすいんで、はい、最初に押さえて縫っていく。でいきなりもう冊子側ももういきなりペタッてつけてこう縫っていっちゃったら結構くぐっちゃうんですよね、はいはい、なんでちょっと開けて伸ばしていって、それをだんだん冊子側に近づいて縫っていくと、はいはい、そしたらもう全然ちょっとちゃんとネタもつくし、あんまくぐりにくいんで、そういうところもそういうテクニックもあるんですね。そうですね、そこら辺も慣れてくれば気を使っていけるんで、なんか素人考えだと墨の方から塗ってしまいみたいな。そうですね、もうやっぱ塗りがちなんですよね、もう結構手前からやっていっちゃって、なんですけど後でちょっともう養生外した時にこの下地のサーフがもうくぐっちゃっとけばもう全部手直しになって、あ、はい、スラインが全然出なくなっちゃうんで、そこら辺もで結構もう普通に塗っとるんですけど、はい、このローラーも向きがあるんですよ。あ、そうなんですね。まあ基本的に力が一番加わりやすいのってこの軸がある部分なんで、はい、こっちにまあ今左、あ、右から左に行っとるんですけど、はい、こういう時はこっち逆にしてあげるのが一番いい塗り方で力が加わるんで、はいはいはい、塗らなく塗れるのがあるので、向きも変えながら力を加えながら、ここも結構ある塗り方も本当意味があったりするんで、やばいですね、今日暑いですね、今日はやばいですね、マジ名古屋35度とか36度とか鹿児島じゃ考えられないと思うんですね。ほんとやっぱり名古屋は過ごしにくいですか？過ごしにくいですね、初めて、まあ、夏とか過ごすんですけど、はい、結構もう鹿児島と 2,3 度ぐらいもう温度が違うんで、あ、またジメジメしますからね、なんか。そうですね、慣れない環境なんです。夏バテとか大丈夫ですか？今のところ生きてますね。かろうじて、今のところかろうじて生きてますね、はい、ご飯食べれてますか？ご飯も冷たい、もううどんとか冷やし中華もう冷たいのしか欲しくないんで、味噌煮込みとか食べないですか？あ、食べないですね。こっちに来て、結構味噌とか美味しいよって言われるんですけど、はい、まだ肝心なの食べてなくて。じゃあ今度はちょっと味噌カツとか行きました？あ、行ってないですよ、味噌系まだ行ってなくて。じゃあそこをちょっと掘り下げて今度そうですね、どうせでもご飯のご飯の動画で食レポでも味噌カツとか食べていただいて、結構
食べたいんですけど、話聞いててうまそうだなと思って。ああ、じゃあぜひぜひ行きましょう、はい、スペインも含めて近くで。そうだよ、動画ついてきて社長に声言ってちょっと連れて行ってもらいたいんで塗るときってもうだんだん入り組んでいったら、できれば奥の方から塗った方がいいです。あ、はい、手前塗ってこういっちゃったら、後々もう下くぐる塗るときに結構ついちゃうんで、はいはい、こういうのも結構奥から攻めていった方が汚れないで済みます。言葉がなくなってくるんですね、本当に。怖いですね。今年はひたすらひたすら塗っていってこれやっぱ塗りにくい場所も、そうだね、場所も結構もうあるんですね。ちゃんとそこも、やっぱこういう室内機の裏とかなかなか、ね、本当こういう狭いんで、はい、本当ここで手抜きするやっぱ会社もあるんで、ここら辺はもう色でつければわからないんで、はいはい、自分たちもちょっとまあもう本当に壊れないけど、ちょっと前に出して塗っていくんで、はい、細かなところまで。そうですね、絶対細かなところ塗っていくんで、丁寧ですね。はい、丁寧じゃないと仕事にならないんで、丁寧に仕事をしてこそ職人だったんで、ちょっと結構今いいこと言ったと思うんですね我ながら我ながら結構いいこと言ったな最後に内側の、はい、内壁を塗っていくので、先にこういうくぼみが結構あるんですけど、あー、ありますね、はい、真っ平らじゃないんで、最初にここを入れてあげて、最初にも入れてあげて、最後に真ん中でつなぐっていうやり方も、はいはい、これも均等になるんで、結構こういう塗り方も結構ある、はい、いいと思います。いろんな塗り方が、いろんな本当にその現場で塗り方が、ね、塗りやすい塗り方がいいんで、一緒の方向に塗っとっても効率がやっぱ悪くなっちゃうんで、はい、そういったことを瞬時に判断しながらこう、そうですね、ここはこのパターンで、次ここはこう塗る、まあ、塗ってないところで、まあ、次何があるなんて考えながら、考えながらこう、そうですね、もう転がしていくみたいな一歩先を考えながらこう仕事をしていくんですね。あ、匠の匠の技ですねまだ匠っていうほど経験もないんですけどがいいですね。本当に音で耳も敏感になりますね。こういう塗っとって、あ、もうなくなるなとか。はいはいはい、でもこれも本当やりながらやって分かっていかないと無理なんで、やっぱを重ねて、そうですね、重ねて成長していくみたいな、ね、またいいこと言いました、ね、またいいこと、今日はいいこと言うもう熱すぎていいことなんか分からなくなってきて一応こんな感じで、はい、はい、下塗りは終わりです、ね、はい、はい、綺麗になりましたね。はい、ヘルメットもちゃんと厚く塗って、厚すぎてもダメなんですけど、はい、均等に伸ばしながら透けがないぐらい塗っていくのがコツなんで、はい、厚すぎてすごすぎて今回は下塗りの塗り方と注意点を言っていく動画です。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。また見てね。はい。はい、ありがとうございます。疲れた。一回切ります。